試合に出ても試合に出なくても、やっぱり小野選手いい選手だなってこう言われるような存在にはなりたいと思ってるので。でも最近僕の仕事を分かってきて、パパだって言うんですよ。でも牧選手も察してパパだって言ってるんですよ。全員パパなんですよ。小野寺、中に入る小野寺、なんとダブルクラッチ。そうですね、まだ満足はしてないかなってありますし、その一試合一試合でやっぱり自分自身波があると思ってて、やっぱその部分をチャンピオンシップ優勝するためになくしていかないといけないなっていう、思いです。そのディフェンスの部分では、まあ最初の頃よりはだんだん手応えはできてるのかなと、思います。去年やっぱり怪我人が出て、人数少ない中みんなタフなスケジュールで戦っていたので、今シーズンは少しでも貢献できればなとは思っています。そうですね、やっぱりノーマークのシュートでは、思い切り打つこと、やっぱりリバウンドの強いジャック・クーリー選手がいるので、そこは、気持ちよく打つようにはしています。で、あとディフェンスの部分では、激しくやるのは一番なんですけど、いかにこのスマートにやるっていうのは、キングスのバスケットを意識しているので、激しさも入れながら、スマートにそこを考えながら状況判断して、やっていけたらなと思っています。あんまり何も考えてなくて、やっぱりやられたくないっていう気持ちをこう前面に出しているので、すごいとても負けず嫌いなので、やっぱその部分は意識しているのかなと思います。体をぶつけることを意識しているかなって思います。ボールもらいに行くときも、ただ追いかけるだけじゃなくて、行く前に体を当てるとかだったり、小さい部分で、意識するようにしています。いや、僕は結構ビビらず誰とも話しかけちゃうんで、声かけて相手の人が嫌だなと思わずに、こうまず話をかけてみるっていうのはすごい大事かなって言って、その人の好きなものとかを見極めたりっていう、そういう話題を振りかけあげれば、もうちょっと話が盛り上がっていいのかなと、思います。昨日のオフ何してたのみたいな話でもいいですし、たわいない話でも全然いいと思うので、そこで無視する選手とかも絶対いないと思うんで、キングスの選手は、優しい選手ばかりなので、そこは、大丈夫なのかなと思います。小野寺さんは本当優しい人です。優しいも言われたことないですね、本人から。本人から言われたらちょっと気持ち悪いか、なんかニヤニヤしていつも僕の顔見てます。いや、意識しては特にはないですけど、早くチームに馴染むようにだったりとか、一人にならないようにしっかり声をかけてあげたりとか、小さいコミュニケーションですが、取るようにしてますが、やっぱりバカにされてますね。もう会ってちょっとニヤニヤしてる、もうそれその時点でもういじってますよね。何しとんだよ。へえ、言われんだ。練習生やろ。関西弁聞いたことなかったから、マジ漏れそうなぐらいビビった。でも考察で入ってきて、そう関係性は変わってはないですけど、もうビビることはないっていうのはおかしいですけど、普通に会話したりとか普通なのかなって。でもたまに試合の一面めちゃくちゃ怒ってる時ありますね、僕の顔見て。それはドキッとしますね、やっぱり。バスケの話だったり、家族の話だったりとか、もうプライベートの話ですかね。ヘッドコーチにフレンドリーに行くのも何かなと思って、ずっと僕は思ってるのは、ちょっと距離あった方がいい関係性を築けるのかなと思ってて。
いつも通りなのかなって、変わらずこの9年間、キャリア9年間ずっと一緒なのかなと思います。やってることも、まあ試合の分数が少なかったりとかしたら、やっぱりその自分の足りない部分をワークアウトで補ったりとか、それはずっと続けてきたことなので、それはまあこれからも続けていきたいなと思っています。じゃあその感じは全くないです。はい、今もです。はい。もう若手のマインドばっかです。もうやらなきゃやらなきゃってなってしまいます。逆に出てないし、シュート決まんなかったから、まあ、練習しなきゃっていうマインドになってしまう。でも大学も行けばよかったなっていうのはちょっとあるかなって思います。やっぱり大学生行ったら、そのキャリアの僕が最初スタートした時と比べて大学行ったら、やっぱり体出来上がってきてますし、やっぱその部分とかで、やっぱ大学少しでも行ったらよかったのかなと思ってますけど、でもプロに来た方がよかったなっていう割合の方が大きいです。その経験の差がやっぱり違うなっていうのは、やっぱ外国人選手のいる中でできるっていうのは、やっぱ大学バスケでもあんまりないと思う。子供が生まれてからやっぱり子供が大きくなる分かるうちまでこう活躍していきたいなっていうのはすごい、はい、思います。できてはないと思います。やっぱりコミュニケーション その時間があんまりないので、まあ、一緒にご飯食べるとかそこは大切にしますし、朝ご飯一緒に食べたりお昼一緒に家族で食べたりとか大切にしてます。あとお風呂は一緒に入ったりとか、まあ少ない仕事ですけど、はい、やるようにはしています。しますね。結構ではないですけど、やっぱり時間がやっぱり違うので、僕がケアしている時寝ちゃったりとかもあるので、でも最近僕の仕事を分かってきて、キングスのロゴを見たりとか、この体育館を見たりとか、ライカム行っていろんな選手のパネルがあるんですけど、それにしたらパパだって言うんですよ。でも牧選手も刺してパパだって言ってるんですよ。全員パパなんですよ。もうそれは可愛くてめちゃくちゃ癒されてますね。はい。ディフェンスがすごいだったりとか、やっぱり小野田選手が一番先頭走ってるねだったりとか、そのやっぱりシンプルなことだなと思いますし、試合に出ても試合に出なくてもやっぱり小野田選手いい選手だなってこう言われるような存在にはなりたいと思っているので、まあ岩手県出身で、その岩手の人たちも応援してくれているので、岩手の誇りに思えるこう選手になっていけたらなと、はい、思います。まあ、自分でどうこう多分乗り切れてきてはないと思うので、まあ、奥さんの声だともありますし、家族の声もありますし、やっぱそういう人の声がすごい大切になってきていると思うので、やっぱりチームメイトの声が一番やっぱり大きいのかなと思います。いつもネガティブな声ではなくて、やっぱポジティブな声をかけてくれるっていうのはすごい自分の励みにもなってるし、このキングスのためにもう本当に貢献したいって思えるチームなので、もう歩けなくなった時点でもうちょっと落ち込んでたんですけど、やっぱりその中でも岡本さんだったりお姉さんだったりとか、こういうトレーニングしていこうと今後 この未来に向けて この声をかけてくれたので、すごいもう頑張ろうって気持ちになりましたし、そのやっぱり病院で会ったリハビリしてた子が2人いたんですけど、いや高校生でしたね、男の子と女の子。その子たちもバスケやってて、その子たちもなんか僕よりも重い怪我とかもしてたので、僕がこんなので、まあ、くよくよしてたらダメだなっていうのはすごい思いましたし、やっぱり元気な姿をこの子たちも見せれたなって思ったので、良くなったら、キングスの応援来てねっていう、で、僕が活躍するからっていう話をしてて約束をしたんですけど、はい。コートに出てる時間帯は 100% の力を出し切るというのを大切にしていきたいし、そのチームにとってプラスになるディフェンスだったりとか、まあノーマークだったら思いっきりシュート打つ、シンプルなことを意識してやっていきたいと思いますし、もうちょっとこうインパクトを与えたらなと思ってます。その試合出た時にそのディフェンスの部分とか、やっぱ波があるっていうさっき話があったんですけど、やっぱその部分でやっぱり田代選手だったりとか離脱してる中で、そのディフェンスの部分でステップアップしていかないといけないなと思ってるので、
はい、そこをやっていきたいなと思ってます。まあ、チャンピオンシップだったりとか優勝に向けてタフなスケジュールが続きますが、皆さんと最後に喜びを分かち合えたらいいなと思ってますので、はい、応援よろしくお願いします。いや、もうあえて嬉しかったのかわからないですけど、ずーっと喋ってました。こうみんなにこうめちゃくちゃ絡んでました。でパーマもかけて似合ってました。やっぱ顔がいい人は誰でも多分何でも似合うんですよ。多分悔しいですけど、早く戻ってきてほしいですね。タッシーとマキ最近ユニフォーム多いですからね。僕探すの精一杯ですよ。こうやって試合終わったら疲れてる、なんかこうずっと34どこかなーって、だから34番のユニフォーム配ろうかなって。